皆さん、こんにちは、洋介です。今日は日本の漫画文化についてお話ししていきたいと思います。私も子供の頃から漫画が大好きで、コンビニで立ち読みしたり、友達と漫画を貸し借りしたり、そんな思い出がたくさんあります。そして今でも漫画を読む習慣はやめられません。 ただ最近だと電子書籍でも読むようになりました Kindle とかでこの漫画面白そうだなって思った時にすぐにポチッと書いちゃうんです場所も取らないしすぐ読めるので本当に便利になりましたよね特に「週刊少年ジャンプ」は月額980円で定期購読できるようになっていますね 毎週コンビニに買いに行かなくてもスマホやタブレットですぐ読めるんです。あと最近すごいなって思うのが海外の方でも日本の漫画を簡単に読めるようになったことです。先ほどの「少年ジャンプ」の定期購読も海外からのアクセスが可能のようですし eBookJapan みたいな日本の電子書籍ストアなら PayPal やクレジットカードで海外からででも普通に決済できます昔は海外だと日本の漫画ってなかなか手に入らなかったと思うんですけど今は発売と同時に世界中で読めるようになってこれってすごいことですね。 ebookjapan のリンクは概要欄に貼っておきますね日本では漫画喫茶通称「満喫」も人気がありますネットカフェって呼ばれることも多いんですけど漫画が棚にずらっと並んでいて時間制で好きなだけ読める場所なんです「満喫」って「満喫すると」と 同じ発音ですね漫画をたくさん読んでくつろぎながら満喫できるから「満喫」と言われるのかもしれません私も以前は気になる漫画があると「満喫」に行って一気に漫画を読んでいました今はそんなことしてたら「子どもの面倒を見てほしいと」と 妻に怒られるのでいけないですがそうそう最近の漫画の話もしないとですね先日押しの子っていう人気作品が完結したんですアイドルと芸能界を題材にした作品でストーリーがすごく面白くて人気のあった呪術回戦も終わってしまいましたね 最近の特徴として人気があってもだらだらと続けるんじゃなくてちゃんとストーリーを締めて終わらせる作品が増えてきてますよね。「進撃の巨人」や「鬼滅の刃」のように。「ワンピース」は例外として長いですが終わりに近づいていってる気はします。まだまだ続いてほしいし。 続くと思いますけどね最近気づいたんですが特に「週刊少年ジャンプ」の作品は漢字に全部ふりが,ながついてるんですよこれ日本語を勉強している人にとってはすごくいいと思うんです。漢字の読み方を覚えながら楽しく読み進められるって感じで。 このチャンネルの視聴者の皆さんはもう知ってたかもしれないですよねぜひある程度ひらがなが読めて理解できるという段階の人はチャレンジしてみてください少年ジャンプ掲載の作品で有名なのはワンピースですが有名すぎるのでワンピース以外を紹介していきますね 私のおすすめ作品はまず鬼滅の刃ですねこれ主人公のかまど炭治郎が鬼になってしまった妹の根豆子を人間に戻すため敵である鬼と戦うというストーリーなんです。日本の伝統的な文化が随所に描かれていて。 呼吸を使った戦い方とか日本刀での戦いとかそういった日本らしい要素がたくさん出てくるんですよね。子供が水のの呼吸1の方とかめちゃくちゃまねしていました特に面白いのが敵のキャラクターまでしっかり書き込まれているところ敵として出てくる 築きという鬼たちにもそれぞれ切ない過去があって戦いの中でその過去がフラッシュバックとして描かれて「ああこの鬼もこんな人生を送ってきたんだ」って読んでいて心が痛くなるようなそんな描写が本当に素晴らしいんですそれと「スラムダンク」っていう バスケットボールの漫画も大好きです。バスケットの試合の臨場感がリアルに描かれていて、漫画の世界に引き込まれるんです。登場人物一人一人の個性も魅力的で、努力はいつか実る。どんな状況でも諦めなければ必ず夢が叶う。 そんな気持ちにさせてくれる漫画だと思います「ハンターハンター」はゴンっていう少年がハンターになって父親を探す冒険をする物語なんですけど「念」っていう独特の戦闘システムがあってそれを使った戦いや設定がすごく緻密に描かれているんです。 作者は天才だと思いますただ正直緻密すぎて文章量が多いです通常の漫画だと単行本1冊を読むのに10分から15分くらいなんですけどハンターハンターは30分以上かかりますね世界観が複雑で専門用語も多いので 日本語を勉強をし始めた人にはちょっと難しいかもしれません「鬼滅の刃」も使われている言葉が難しいので最初は「スラムダンク」みたいなストーリーがストレートで感情移入もしやすい作品から始めることをおすすめします。有名な「ドラゴンボール」も「少年ジャンプ」の作品なのでおすすめですよ。 本当にに便利ななな時代っったなって思いますちなみに電子書籍のいいところってセールをやっていることが多くて定価の半額で買えたりするんですよ。場所を取らないのもいいですよね。単行本を何十巻も集めていくと本棚がすぐいっぱいになっちゃう。でも電子書籍なら そんな心配もないし漫画を集めて棚に並べるのが好きとか画面が小さいから携帯では見たくないって人もいますけどね。皆さんんはどんな漫画が好きですかもし気になる作品があったら是非チャレンジしてみてくださいね。こののチャンネルでは日日本本生まれ日本育ちの私が 日本語を学んでいる方に向けて日本の常識や文化日常がわかるコンテンツを20カ国語の字幕をつけて作成していますほぼ毎日更新しているので見逃さないようチャンネル登録と通知音の設定をお願いします役に立つと思ったらグッドボタンご友人へのシェアも是非お願いします ぜひ応援をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。では、ここからは振り仮名なしでもう一度聞いてみましょう。漢字が読めるかも確認してみてください。では、始めていきましょう。皆さん、こんにちは。陽介です。今日は、 日本の漫画文化についいいいててお話ししていきたいと思います私も子どもの頃から漫画が大好きでコンビニで立ち読みしたり友達と漫画を貸し借りしたりそんな思い出がたくさんあります。そして今でも漫画を読む習慣はやめられません。ただだ最近だと 電子書籍でも読むようになりました Kindle とかでこの漫画面白そうだなって思った時にすぐにポチッと書いちゃうんです場所も取らないしすぐ読めるので本当に便利になりましたよね特に「週刊少年ジャンプ」は月額980円で定期購読できるようになっていますね毎週 コンビニに買いに行かなくてもスマホやタブレットですぐ読めるんですあと最近すごいなって思うのが海外の方でも日本の漫画を簡単に読めるようになったことです先ほどの「少年ジャンプ」の定期購読も海外からのアクセスが可能のようですし ebookjapan みたいな 日本の電子書籍ストアならペイパルやクレジットカードで海外からでも普通に決済できます昔は海外だと日本の漫画ってなかなか手に入らなかったと思うんですけど今は発売と同時に世界中で読めるようになってこれってすごいことですね ebookjapan のリンクは 概要欄に貼っておきますね日本では「漫画喫茶」通称「満喫つ」も人気がありますネットカフェって呼ばれることも多いんですけど漫画が棚にずらっと並んでいて時間制で好きなだけ読める場所なんです「満喫つ」って「満喫する」と同じ発音ですね 漫画をたくさん読んでくつろぎながら満喫できるから満喫と言われるのかもしれません。私も以前は気になる漫画があると満喫に行って一気に漫画を読んでいました。今はそんなことしてたら子供の面倒を見てほしいと妻に怒られるのでいけないですが。 そうそう。最近の漫画の話もしないとですね。先日、推しの子っていう人気作品が完結したんです。アイドルと芸能界を題材にした作品で、ストーリーがすごく面白くて、人気のあった呪術廻戦も終わってしまいましたね。最近の特徴として、人気があっても、 だらだらと続けるんじゃなくて、ちゃんとストーリーを締めて終わらせる作品が増えてきてますよね。進撃の巨人や鬼滅の刃のように。ワンピースは例外として長いですが、終わりに近づいていってる気はします。まだまだ続いてほしいし、続くと思いますけどね。最近、 気づいたんですが特に「週刊少年ジャンプ」の作品は漢字に全部りがついてるんですよこれ日本語を勉強している人にとってはすごくいいと思うんです。漢字の読み方を覚えながら楽しく読み進められるって感じでこのチャンネルの視聴者の皆さんはもう知ってたかもしれないですよね。 ぜひある程度ひらがなが読めて理解できるという段階の人はチャレンジしてみてください。少年ジャンプ掲載の作品で有名なのはワンピースですが有名すぎるのでワンピース以外を紹介していきますね。私のおすすめ作品はまず鬼滅の刃ですね。これ主人公の かまど炭治郎が鬼になってしまった妹の禰豆子を人間に戻すため敵である鬼と戦うというストーリーなんです。日本の伝統的な文化が随所に描かれていて呼吸を使った戦い方とか日本刀での戦いとかそういった日本らしい要素が。 たくさん出てくるんですよね子供が水の呼吸1の方とかめちゃくちゃ真似していました特に面白いのが敵のキャラクターまでしっかり書き込まれているところ敵として出てくる十二木月という鬼たちにもそれぞれ切ない過去があって戦いの中でその過去が フラッッシュバックとしてて描かれてあ,あこの鬼もこんな人生を送ってきたんだって読んでいて心が痛くなるようなそんな描写が本当に素晴らしいんですそれと「スラムダンク」っていうバスケットボールの漫画も大好きですバスケットの試合の臨場感がリアルに描かれていて 漫画の世界に引き込まれるんです登場人物一人一人の個性も魅力的で努力はいつか実るどんな状況でも諦めなければ必ず夢が叶うそんな気持ちにさせてくれる漫画だと思います「ハンター×ハンター」はゴンっていう少年がハンターになって 父親を探す冒険をする物語なんですけど年っていう独特の戦闘システムがあってそれを使った戦いや設定がすごく緻密に描かれているんです作者は天才だと思いますただ正直緻密すぎて文章量が多いです 通常の漫画だと単行本1冊を読むのに10分から15分くらいなんですけど「ハンターハンター」は30分以上かかりますね世界観が複雑で専門用語も多いので日本語を勉強をし始めた人にはちょっと難しいかもしれません「鬼滅の刃」も使われている言葉が 難しいので最初はスラムダンクみたいなストーリーがストレートで感情移入もしやすい作品から始めることをおすすめします有名なドラゴンボールも少年ジャンプの作品なのでおすすめですよ本当に便利な時代になったなって思いますちなみに電子書籍のいいところって セールをやっていることが多くて定価の半額で買えたりするんですよ場所を取らないのもいいですよね単行本を何十巻も集めていくと本棚がすぐいっぱいになっちゃうでも電子書籍ならそんな心配もないし漫画を集めて棚に並べるのが好きとか画面が小さいから 携帯では見たくないって人もいますけどね皆さんはどんな漫画が好きですかもし気になる作品があったらぜひチャレンジしてみてくださいねこのチャンネルでは日本生まれ日本育ちの私が日本語を学んでいる方に向けて日本の常識や文化日常がわかるコンテンツを 20カ国語の字幕をつけて作成していますほぼ毎日更新しているので見逃さないようチャンネル登録と通知音の設定をお願いします役に立つと思ったらグッドボタンご友人へのシェアもぜひお願いしますぜひ応援をよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょう バイバーイ。